鍋島修芸神は、江戸時代後期の非全国佐賀藩の失聖。須古鍋島家十三代当主。弟の十代藩主、鍋島直政を二十五年に渡り補佐した。文化十年、佐賀藩九代藩主、鍋島成直の年をとして誕生。陽名は長の神。長寺で、中塚佐、安政とも呼ばれた。文政五年、須古鍋島家十二代当主。 鍋島茂信の養子に内定し、文政8年に、佐賀城東見門元高屋屋敷を配慮する。特に、佐賀藩主の花行用門使用を許可され、同年に家督を継ぐ。天保元年9月に、受け役殺技に就任する。天保6年5月の佐賀城にのまる消失の後、受け役所当たり役となる。また、佐賀藩の藩子行動官の学官か知ら人となり、 犯行教育に力を入れた。長崎の台場を増築し、大砲の鋳造を行った。嘉永2年9月に、長年の受け役としての功績に対して、大々花教波紋を配慮した。安政6年、家臣の不祥事もあって、失聖の職から退いた。慶応2年、死去。享年54、家督は子、茂朝が継いだ。明治44年、14位を追蔵された。 タジリ左辺、増意所見伝造保板上特使増意年表、P29。ありがとうございます。